毛針毛針とは魚釣りに用いる針の一種で、針に毛をつけて虫などの餌に見せかけたもの。魚に餌である虫が水面に落ちたと誤認させる方法で使用する。毛針や毛針とも表記される。鮎釣りに使用される毛針はカバリとも呼ばれるが、一般的には毛針との表記を用いている。欧米式の毛針はフライと呼ばれ、フライを用いた釣りはフライフィッシングと称される。 日本の毛針と欧米のフライには見た目や情報、その文化的な背景などに差異があるが、フライはしばしば日本語で毛針と訳され、日本の毛針を使った点からずりなどを抗議のフライフィッシングに含める場合もある。欧米のフライも日本の毛針も、その発祥は紀元前と言われ、互いに交流のない欧米と日本、あるいは日本の山村各地でよく似たものが、 同時発生的に生み出されたのではないかと考えるものもいる。欧米のフライフィッシングはスポーツとして発展し、情報の共有が進んで体系化されてきた歴史を持つ。一方で、日本の伝統的な毛針は、食料のための手段という実用性が重視され、また閉鎖的な形で受け継がれてきた。状況に応じて、多数の針を使い分けるフライとは異なり。 日本の伝統的な川釣り用の毛針はもっぱら流れの、速い渓流に特化されており、構造もシンプルなものとなっている。欧米のフライでは、重りを使用せず、毛針を水面に流すものは、ドライ、フライと総称され、水生昆虫、小魚等を模した毛針は、ウェット、フライと呼ばれる。日本の渓流釣りに用いられてきた伝統的な毛針は、沈むように作られているが、重りは用いず、 竿の操作や流れの利用で水面に浮かせたり沈めたり流したりすることができドライ、ウェット、妊婦などを兼ねる。ただし現代においては日本の毛張りにも欧米のフライの技術が導入され浮き沈みの機能などを備えたものも販売されている。ありがとうございます。